なんかあの恐喝して金を取られたのかあとか田中聖さんの話をちょっとしようみたいなのを最後にちらっとしてたんですけど覚醒剤やったのが現行犯逮捕ででその前にもなんかあのタイマーで捕まったけどこれのタイマー俺のじゃねえって言い張ったっていうあの元ジャニーズの芸能人の方なんですけど基本的にはその役中の人って治らないんですよ。 多分戻ってきたとしても田代正史さんみたいに似たような感じで結局またその薬で出すってことになっちゃうのでもうあの大麻吸える国に引っ越しゃいいんじゃねえのって思うんですよね別にアメリカでもオランダでもいいのでなんか僕のあの昔赤羽で働いてた会社の上司だった榎本さんっていう人があの オランダのアムステルダムでラーメン屋やってるんですけど、で、そこがあの、福利厚生大麻って書いてて、それもどうかと思うんですけど、そんな感じであの、別にラーメン作りながら大麻吸ってても何の問題もないっていう生活もできるんですよ。今の時代は。なので、その、もう無理して日本にいないで、いける金ないんじゃねえのっていうのであの、田中光樹がラーメン屋の店員やるって言ったら多分江戸本さん金出したもので。 <laughs> なので、そこらへん相談するといいんじゃないかなと思いますけど、タイマーは良くないよねっていうのって、日本以外もあんまないんですよ。東南アジアのタイがあの政府が大麻配ったりとか、アメリカも大麻合本だったりとか、まあ、フランスでもそこら中で吸ってる人いてるう逮捕されないよねとか、イギリスとかあのスペインになると大麻が自動販売機で売ってるとかっていう感じで、なんかそれで人生を棒に振るって、日本だと棒に振っちゃうんで、もう日本は俺向いてねえよっていうので、日本から出るっていう方が、そういう人はいいんじゃないかなと思いますけどね。悪い薬をそのうっ 売りつける売人はどうかと思うんですけど、もうそれに依存しちゃってる人って治らないんですよ。アル中も治らないように。なのでもうそれだったら日本国内だと、まあ結局違法な行為をして大金稼いで、悪い人からあのそういうものを買って、悪い人のお金を払うってことになっちゃうので、それだったら合法な国にやって普通に暮らすっていう方がいいんじゃないかなと思いますけど。えっと、悪いものは悪い理論でいくと、厳密に言うと、大麻を吸うことって合法なんですよ。大麻を吸うのが違法っていうのが、 皆さん書いてらっししゃるし多分世間でも大麻を吸うのは違法って言ってる人多いと思うんですけど厳密には法律上大麻ってその所持と栽培と売買要は大麻を持ってることは違法ですとあと誰かに売ることは違法ですとあと大麻を育てることは違法ですと吸うのは違法じゃないんですよ。 タイマーを吸って捕まって、あの、吸ったことは事実です。でも、そのタイマーは僕の所有物ではありませんって言って、有罪にならなかった人っていうのもいるんですよ。あの、調べればわかると思いますけど。<laughs> 結構有名な方で、渋谷で車に乗ってる時にタイマー吸ってるので、警察官に捕まって、で、その車が自分の名義じゃなくて、タイマーも自分のものじゃないっていうので、<laughs> 逃げた人が、はいはい。なんかね、最近話題の事務所の出身の方ですけども、そうそうそう。 っていうのがいるので、あの、実は、タイマー吸うことは違法ではないんですよ。そもそも論、なんでじゃあタイマー吸うのを違法にしてないかっていう。 で、まあ、そもそもの本当にすると、あの、もともと日本って大麻合法だったんですけどね。1945年に日本が敗戦で負けて、で、負けた時にアメリカからマッカーサーさんっていう人が来て、で、アメリカは大麻、まあ、もともとあの、の文化がなかったから、よくわかんないから禁止って言ってて、なんか日本って大麻 OK だもん。じゃあこれも違法にしといてって言って、大麻が違法になったのって、アメリカ人が決めたからなんですよ。 なのでその、大麻が違法、大麻は良くない、日本にそんな文化はないって言ってる人いるんですけど、あの大麻が違法っていう文化はアメリカの文化で、日本ってそのなんか、神武天皇から数えると多分2000年ぐらいあるはずなんですけど、2000年の間、日本は大麻は OK だった文化なんですよ。 で1945年からそのアメリカに占領された時に違法になったっていうだけなので日本にそもそも大麻を吸うような文化はないアメリカとかカナダとは違うんだっていうんだけどいやいやいや歴史で言うと日本のが全然嘆いよって話なんですけどまあ置いといて大麻はあの違法ですよとじゃあなんで大麻を吸うのが違法になってないか。 例えばじゃあその尿検査とか血液検査とかしてタイマを吸ってる人はほら吸ったじゃないかだから有罪ですってやろうとすると蕎麦屋の店員とか蕎麦屋の客がだいたい刑務所行きになっちゃうんですよねあの元々日本ってあの七味っていう食べ物があって七味唐辛子っていう京都とかに であのまあ昔あの日本の人たちってその一生のうち1回ぐらいはなんかお伊勢参りとか京都とかに行ってお土産としてそのかさばらないものっていうので七味唐辛子っていうのをよく買ってたんですよねでそれをなんか日本全国に行くっていうのがあってで七味唐辛子の中に朝飲みっていうのが入ってるんですよでその朝飲みってまあ,あの名前の通おり大麻の,の種なんですよねペットショップとかであの鳥用の餌として朝飲みって言ってるんですけどあれも大麻の種なんですよ あの、七味唐辛子、そばにかけて食うじゃないですか。で、食ってると、もちろんその朝飲みでその THC って言われる、あの、大麻として流通しているものの成分ほど多くはないんですけど、そうは言っても、朝飲みの種なので THC 含まれてるやつもあるんですよ。なので、じゃあ、そば屋のでそば食って七味唐辛子かけた人捕まえて、血液検査して THC 出てきましたっていう風になっちゃうんですよね。 今は入ってます。えっと、入ってないように作ってますけど、たまに THC 入りのものは入っちゃうんですよ。いや、植物なんで、要は THC が入らないもので作ってるんだけど、交配を重ねてるうちになぜか THC が入ってるパターンとか、あとそのペットショップとかで朝飲みって売ってるんですけど、で、あれもその植えても発芽しないように、あの紫外線処理とかしてるらしいんですよ。 でも、なんかあの、物の本によると、その一袋買ってきて、一生懸命埋めると、たまに朝生えてくるらしいんですよね。ペットショップで買ってくる朝飲み。もう種としては機能しなくなるんだけど、完全に焼いちゃったあの朝飲みだと、鳥があんま食べないらしいんですよ。まあ、もともと鳥はその、植物としてのものを食べてるので、加工食品は食わないんで、なので、その、生焼けの朝の種があるらしいんですよ。 なので、その、植えると、たまにその生焼けの朝の種から芽が生えてくるっていうのがあったりして、まあ、そんな感じで、あの、日本ってね、朝めちゃくちゃ流通してるんですよ、未だに。なので、あの、違法にするのもなかなか難しいんじゃないのって僕は思ってますって話でさえ。そう、七味に中毒性あるんですよね。なので、あの、七味違法にすればいいんじゃないですかね。大麻だし。例えば、あの、アメリカだと昔アルコールって違法だったんですよね。 まあ、そのアルコールって、まあ、あの、僕今飲んでますけど、精神が変容するし、アルコール飲みすぎると内臓になんか負担かって肝臓癌になりますとか、まあ、もちろんそのアルコール飲んでる時って頭悪くなりますよと。で、アルコール飲んで、じゃあ、例えば車運転して人殺しちゃったみたいなのが年間何十件もありますと。なので、アルコールって社会にとってはドラッグであれ悪いものなんですよ。なので、じゃあアルコール禁止にした方がいいよねっていうのが、まあ、もともとアメリカの禁止法ができた時代の考え方で、アルコール禁止にしてみたら、 あの、アルコールって簡単に作れるんですよね。もともとじゃあワインってなんで生まれたかっていうと、あの、葡萄潰して、壺に入れといたらワインになっちゃったっていうぐらい、アルコールって簡単に出来上がるんですよ。 サル酒っていう、サルが作るお酒っていうのがあるんですけど、木のうろっていうか、木の中の穴とかに、サルが取ってきたの果物とか、貯めとくんですよね。貯めといた果物が、だんだん腐って、で、まあ、腐るって発酵って実は同じ効果なんですけど、でその中の糖分がアルコールに変わってって、お酒になるっていう、サル酒っていうのをサルが作ったりするんですよ。作ったなのか、貯めといた果物が、酒になって結果としてなっちゃったのか分かんないけど、まあ、とりあえず、サルですら作れるんですよ。 人類が文字とか書けない時代から、そのワインっていうのは人間が作ってましたと。なので、お酒って簡単に作れるんですよ。ワインってそんな簡単にできるまあ,あ、の、ツボがあるんだったら、ワイン潰して。まあ、あの、普通、アルコールを作る場合って、砂糖と酵素が必要なんですよね。 ブドウって、ブドウの皮自体に酵素がついているので、なので、あの、まあ、ブドウって、まあ、糖分、甘いから糖分あるじゃないですか。なので、ブドウ自体の皮を潰すだけで、糖分と酵素が混じって、それだけで、その、アルコールの発酵が始まるっていう、結構珍しいの。で、リンゴも確かそうなんですよね。 っていう感じで、あの、果物って潰すと簡単にお酒作れますよと。日本の場合って、お米で日本酒っていうのを作ってたんですけど、では麹とかっていうのがわからなかった頃に、どうやって作ってたかっていうと、あの、君の名はっていうあのアニメ映画の中でもできたんですけど、米をくちゃくちゃ口の中で噛むんですよ。口の中で噛むと、口の中の唾液で、 米の炭水化物っていう部分が糖分に変わるんですよね、唾液によって。で、そこの唾液で糖分に変わったので、で、その糖分が今度アルコールに変化するっていうので、その口の中でご飯をくちゃくちゃ噛んでペッて吐いて、その壺にこう、唾とご飯の混ぜたものを吐き続けて、その、それが溜まった炭壺のようなものをほっとくと日本酒になるっていう、君の生の中ではちょ女の子が食って、その、 あの、口紙酒を作るっていう設定だったんですけど、まあ、そういう設定だったんですけど、多分ね、どんな時代のよね絶対しょうもないおっさんとかが作ってたりするんですよ。なんか僕の知り合いのユげさんみたいな、くっさいレブのおっさんが、なんか、くっちゃくっちゃかなペーって出して、で、それを、あ、この日本酒美味しいとかって飲んでたと思うんですけど、まあ、そんな感じで、日本の場合、米でやってて、アメリカの元々のあの、インドの人たちとか、あの、南米の人たちとかは、トウモロコシでやってたらしいんですよね。その、トウモロコシ口の中で噛んで、で それれを壺に入ととくととんぼのお酒ができるみたいなまあそんな感じであの何の話がしたいかっていうとお酒って作るの簡単なんですよ。なのでそのお酒を制限することってすごく難しいんですよね。で実はねあのね大麻も作るの簡単なんですよ。だってもともと日本中に大麻って生えてたんですよね。で今でも北海道とかでも勝手に入るんですけど。 だから、あの、大浅っていう名前の地名が日本中にあるんですけど、で、あと、あの、神社の締め縄って、もともとで作られてたりするんですよね。あの、浅がそこら中に生えてて、で、その浅を使って、その浅縄っていうのを編んで、で、それをあの、太くしたやつが神社の締め縄だったりみたいな。縄文時代とかから、その浅で作られた服って着てましたよねっていうので、繊維としても浅は使ってたので、なので、まあ、もともと日本だと普通に自生して生えてますよっていう、っていう植物なので、あの、制限すること自体難しいんですよね。 僕はそれはそういうことをなやるのは良くないよねとは思うんですけどただ残念ながらそういう人をじゃあ応援しようでそういう人の名前が売れるようにしようみたいなことをやっちゃったりするんですよねその要はそのどんどん悪いことをやった方がいいよねっていうことになっちゃうと思うんですよだからもともとそのなんか覚醒剤売ってましたとか恐喝やってましたとか暴行犯やってましたっていうのを起きるような環境を起こすべきではないよねっていうのであれば協力をするのは良くないと思ってるんですよ 確信犯でやるのも良くないと思うんですけどである程度その社会的に認知されている人がそれを応援する行為自体も僕はそれは社会にとととって悪影響だだし良くないことだと思うんですよねどこからボタンがすれ違ったんだろうっていうのをちょっと考えたんですけどなので僕それなんか社会にとって良くないことをやってるというのをアドバイスする人が多分もういなくなってしまったのかなっていう風に。 思っていたりすするんですけどとはいえまあ大人なんでね大人が好きなことやるんだったら好きにやればと思うんですけどはい。 かつて所属していた音楽事務所を辞める際に200万円を脅し取られました医薬品などではなく家族友人容赦しないよ逃げの準備をしろうちがどういう事務所か分かってんだろうなど脅迫されカートローンを作ることを指示されましたこれ違法行為じゃん <laughs> 約2年ほど前の話で警察の弁護士も証拠がないので動いてくれません脅し取った本人とは連絡がつき証拠を録音しようと電話しましたが調べてくれられました何かいい方法はないでしょうか えっと、カードローンのカードを作る時に多分その ATM かなんかで申し込む時にそこの録画されてるデータがあるはずなんですけど2年前だと多分なくなってると思うので残念ながらもう逃げ切られちゃいますね。 もしそのデータがあると、無理やりこの人に書かされましたっていう証拠になると思うんですけど、多分1年以上はそういうデータ残ってないと思うので、相談されるのが遅かった。<laughs> なので、ちょっと2年前だともうどうしようもないんじゃないかなと思います。はい。